ニューに書いてあるこの英語、はい、どのくらい話せる？得意？いや、意外と得意っす。いやでもね、いけてるよ。いや、そうっすよね。もう十分十分。読むのとか難しいんですけど、喋、うん、ったり聞いたりなんかするのは、うん、外国人選手といろんな話をして、うん、理解するようにはしてます。結構行くじゃん。そうっすよ、ね、あれ大事、あれ大事、絶対大事。確かにシーズン中、村上は積極的に外国人選手に話しかけ英語を習得しようとしていた。しかし今回のハワイで苦戦したことあれば。ありますよ。なんか店員さんとかいるじゃないですか、お店でも、うんうん、これ買いたいなと思っても、うん、断念します。聞きたいことが聞けないとか。聞かないですね。あ、なるほど、ね、なんかちょっと日本人の、店員さん探したりしちゃいますね、うんうんうん、ハワイ来て、うん、英語喋れるって強いなと思って、うんうんうん、どこの国行ってもなんか世界広がるかなと、うん、先月、近い将来のメジャー挑戦への意思を明かした村上。もちろん挑戦したいっていう、思いはあります。早ければ早いほどいいなと自分の中でも思っているので、いけるのであれば早く来たいなと思ってます。2012年から6年間メジャーで戦った青木に聞きたいことが。メジャーの良さは、良さ聞きたいですね。どういうところがいいのかなって。まあ当たり前のことだけど、こう世界を知るよね。あ、うん、メジャーで6年間やって、なんか考え方もすごく変わったし、はい、日本で当たり前だったことがすごくこう実はものすごく、うん、ありがたい、うん、ありがたいこと。やっぱり環境的にはすごくね、厳しい環境に行くから、はい、人と助け合うってことを覚えたから、はい、うん、一番はなんかそれかもしれない。まあ、うん、いいっすよね。じゃあメジャーについてとかどう？ちょっと1月ぐらいから英会話始めたいな。嘘、うん、いいね。